おはようございます。今から函館朝市に行ってこようと思ってます。でその後は多分バスに乗って、函館から札幌へ移動しようと思います。じゃあ行ってきます。昨日の夜動画上げて1日目の移動ので、その動画上げてからすぐ寝ようかなと思ったのが12時半くらいで、でそれでビタさんのコメントがあるのに気づいたのが1時半ぐらいだったかな。で1時半ぐらいにビタさんにコメント返信して、それでその後寝ようかと思ったら全然寝れんから全然寝れんからマジで寝れんでマジで寝れんから、とりあえずまたスマホ見てたりとかして、で眠ったかなと思ったらなんか小さくなんか夢を見て、でそれで結局何時間寝たのかな、起きる前までちょこちょこなんか夢見てたような感じだったから、3時間の4時間も寝てないんじゃないかなって思います。あーもう最悪ですとりあえず朝ごはん食べに朝市、函館の朝市っていうなんか有名ななんかイベント場所、なんかそこに今から行って朝ごはん食べます。じゃ行ってきます。これ飲みましたよ。あ、どれ？これ何の？
さえ決めれば。これで、これ4本がやったら1万1700円だったら、うん、あと多数200円もで1万6000円、うん、これにしますか、うん、はい、どこ行くと、うん、多分大丈夫だと思うけどさ、もう先の話でさ、研修とか台風とか結構来るじゃないですか、その時に1日遅れたりするから、うん、腹を擦れてない方がいいと思う、擦れてない方がいいんだ、うん、ここやっぱり水槽に長くいればここ黒くなるから、うん、いやいや、地べた吸ってあるけん、そうそうそう、良くなるよ、じゃあそれ良くないの、良くないの、うん、逆にね、海にいる時ってここ黒くなるね、ここの水槽に擦れるからここ黒くなる、あ、あんまりなっちゃうのか、うん、テレビでやってるけど、逆にこういうのがついてるのが、うん、長く海にいた証拠、うん、3人で買う、私も買おうかな、あ、また別の、一緒に送ってもらうんだよ、そこがいいですよ、送料もったいないから、うん、なんか美味しそうなの、この毛ガニ、うん、毛ガニ、うん、今年はね、俺ね、あの毛ガニ九州で食べ慣れてないから、はい、具合がいいよって言って、はい、具合ガニ勧めたんだ、美味しくないんですよ、美味しいよ、ただ食べやすい方がいいかなと思って、食べやすい方がいい、こっち痛いじゃないですか、痛い、切る時に、うん、こっち、もう、つるつるなんで、切るときは何も痛くないんで、食べやすい方が良ければ、こっちの方がいいよ。いや、毛ガニの方を食べたことないような気がするので、毛ガニの方一杯で、うん、うん、うん、ご飯と同じだったの、うん、これだったらいくらですか、それで4500円、あんまりね、今大きいのだと、ちょっと味噌がね、水っぽい時期だから、小さい方がいいよってお父さんに勧めて、お父さんもこの大きさにしてくれたんです。他のミニサイズ？はい。小さいサイズ？うん、このぐらいの方が身もしっかりして、味噌もしっかりしてるよ。あー、じゃあこれで。これにします。
あれやろ、マシューマル、ふれあい、ふれあい、え、ふれあい、え、ふれあいか広場いか、あー涼しい。記念館マシュマル、ふれあいか広場もいいとして、あーなんかちょっといい感じの展望台かな、これ。この絵を見て何だったんだろう、なんかいる、なんかある。これが、これが何、マシュマル、そうだ、マシューマルって書いてある。ぴょん、マシューマル、ぴょん。風の音が多分ゴーって言ってるような気がする。ああ、いいね。バスをご利用いただきまして誠にありがとうございます。この車は函館駅前を10時28分出発でございます。で、出発まであと2分ほどお待ちください。それでですね、道路交通法改正によりバス後部座席高速道路でのシートベルト